んでますからね。ですからこの流れを考えるとこの平野もフォアボールというのは気をつけなくてはならないマウンドですね。やはり平野の名前が告げられました。今シーズンこれが前回登板4月4日のライオンズ戦以来の登板ということになります。前回のライオンズ戦では1回を投げてヒット1本フォアボール1つですからピンチを招きましたが無失点に抑えています。さあまず先頭伊藤です。平野はこのフォークでカウントを稼ぐ。どういうフォークかでちょっと考え変わりますからね、はい、どれぐらいの落としていきました。打ち上げました。どうでしょうか。ファーストベンチの前追っていきますが若月がすごい映像でしたね。引っ張った打球いい当たりだぞ。ファールボールです。飛距離はもう一球落としたファールボール。粘ります。ストレートでいきましたがついていきます。ファールボールです。ストレート勢いはありません。ライト代わって入った渡辺が掴んでワンアウトです。ストレートでいった。流した。まっすぐ。レフト前ヒット。そうですか。一塁に置いています。一塁ランナー同点のランナー初球。ああ初球から村林が手を出していきました。ファールボールです。ランナースタートはありません。引っ張ってファールボール。ランナースタートありません。ここもストレートでした。配球を見ながらというところです。ここもスタートはありません。スライダー行ってファールボールです。ランナースタートなし。落とした空振り。ここできましたフォークボール。いい高さに投げますよね。今の一連の配球組み立てそしてラストボールいかがでしたか。ラストボールのキレはありましたね。ランナースタートなし。フォークボールでいきました。初球から使っていきました。空振りです。ここもスタートなし。今度はストレート2球で追い込みました。このランナースタート。ファールボールです。ここで走ってきました。見応えありますよこれね、よく走りました今。これ真浦です。落とした拾ったセカンド正面抑えました。平野ランナー1人は許しましたが最後はセカンドライナー。結局1点差を守りきって